はいどうも、リュウシです。47都道府県縛りで日本一を目指すペナント第11回になります。縛り内容は概要欄を見てください。今年はね、こちらの3人を解雇してきました。兵庫県の山中くん、長崎県の船津くん、そして富山県の金森くんですね。まあ、金森くんに関しては正直ね、もう少しやれそうではあるんですが、衰退期にね入ってきていましたので、ショートはね宮前くんに任せてしまって、こちらは解雇という形になっております。というわけでね、今年は、こちらの7件、ですね、こちらが獲得可能となっております。まあ、少ないですけれどもね、いい選手がいないか見ていきたいと思います。さあどうでしょうか。まずはピッチャーですね、見ていきたいと思います。岸里くん、高知県の大学生ピッチャーですね。先発でスタミナが豊富、カットボールが、武器の左腕ですね。打たれ強さは少し弱いですが、特殊能力他がね結構優秀です。まあ、高知県は取れません。宇都宮くんですね、九州の街道ということで、福岡県は取れないですね。九州は結構空いてるとこがあるんですが、三九州ですね。特殊能力は怪我は少し、しやすいですが、まあ、球速安定と、いうことで悪くはないですが取れません。道原くんですね、静岡県の大学生、160キロ右腕ですね。めちゃくちゃ速い、先発でコントロールは悪いですが、スタミナが豊富でシンカーが武器ということで、悪くはないんですけどね、こういうピッチャー好きなんですが、まあ、静岡県は取れません。お、谷本くんですね、大学ナンバーワン投手で、全日本準優勝ということで、大分県ですね。大分も空いてないんですが、150キロで変化球がね、フォーク、チェンジアップがめちゃくちゃ良くて、スライダーと、3球種あるということで、伸び、荒れ球、ちょっと特殊能力が微妙ですが、基礎能力はね、中継ぎもできるということで優秀かなと思います。諸岡くん、大学生、大分県ですね、全日本準優勝ということで、変化球は優秀、ツーシームと、まあ、スローカーブ、チェンジアップということで、中継ぎですね、回復と打たれ強さがちょっと低いですが、その他は良さそう。諸岡くん、結構優秀ですね。吉川くん、茨城県の高校生ですね、18歳。変化球3球種あって、ハイスライダーとスライダー、2種類のスライダーとパワーカーブということで、パワーカーブあるのいいですね。ただ特殊能力がちょっと弱めですね。打たれ強さいいと伸びいいということで、まあ、悪くはないんですけれども、茨城県は取れないですね。米谷くん、156キロ右腕で高校生ですね。北海道は取れないんですが、めちゃくちゃ球が速くてチェンジアップがあると、緩急もありますね。奪三振持ってるのは悪くないかな、米谷くん。ただ取れない、ちょっとピッチャー取れる選手いませんね。お、神奈川くん、高校ナンバーワンピッチャーですね。左投げサイドということで、お、宮崎県空いてますね。ここに来てめちゃくちゃ強い選手取れそう。149キロで3球種、パワーカーブと縦スラカットボールと、球種も悪くないですね。怪我には少し弱いですが、まあ、その他は、悪くはないかなという感じで、神奈川くんいいですね。ドラ1候補、絶対競合はするとは思いますが欲しい。ハノイくんですね、岡山の、高校生で全国優勝、甲子園優勝ピッチャーですね。まあ、150キロなんですが、コントロール悪くてそんな強くはなさそうですが、まあ、甲子園優勝しているということで、なんか岡山県の野手で強い選手いるのかな。村尾くん、全国優勝、こちらも高卒優勝、甲子園優勝ピッチャーですね。145キロで抑えということで、3球種ですが、まあ、カットボールが優秀ですね。特殊能力はまあ微妙、そんなに良くはなさそうなんですが、2人目の甲子園優勝ピッチャーですね。投手は以上ですね。まあ、ちょっとめぼしい選手1人だけいたかなという感じで、野手を見ていきたいと思います。続いては野手ですね。まあ、野手はね、即戦力がいればいいかなと思っておりますが、どうでしょう、見ていきたいと思います。まあ、いきなりね、田崎くん、全国優勝の社会人ですが、長崎県は、ちょうど空きましたね。ただ弾道が低いのがちょっと微妙かな。ショートやるには守備もちょっと足りないという感じですね。
布施くんですね。社会人キャッチャーということで、茨城県は取れませんが、弾道高めな、強肩強打のキャッチャーですね。ミートが低いんでそこは微妙かなと。ババくんですね。社会人ナンバーワンキャッチャーということで、群馬県は空いておりませんね。まあ、強肩で守備がいい、キャッチャーとなっております。キャッチャー C がありそうですね。流し打ちと、まあ、三振はちょっとな、微妙かなという感じですが、ババくん悪くはなさそう。筒井くん、島根県の社会人サードですね。島根は空いてないんですが、弾道高めな、強肩強打のサードということで、特殊能力もね、結構優秀な感じになってますね。で田辺くん、社会人準優勝外野手ということで、宮城県ですね。宮城県は、空いてないんですが、まあ、俊足強肩ということで積極盗塁もありますね。足を生かせたプレーができそう。岩山くん、京都の大学生。京都は取れませんが、弾道4のセカンドと、これは結構良さそうですね。守備も最低限はある。まあ走塁 F 送球 E か、特殊能力がちょっと微妙かもしれませんが、まあ、弾道があってパワーがあるのはね、結構優秀な、野手だと思いますね。お、笠原くん、大学ナンバーワン内野手の、三塁手ですね。岡山県は取れませんが、ミート以外めちゃくちゃ優秀な両打ちのサードということで、弾道がね、3あったらめちゃくちゃ優秀かなと思いますが、左にちょっと弱めですが、他は悪くなさそうですね。まあ、ただちょっと岡山は取れませんが、まあ、いい選手いますね。菅谷くん、大学ナンバーワンキャッチャーで強肩ですね。福島県は取れませんが、こちらも三振があると。キャッチャー三振持ちがちですが、能力的にはキャッチャーとしては悪くない。藤枝くん、大学生三塁手ということで、流し打ちが確定していると。これは優秀ですね。ただ奈良県は相手はいないので取れないんですが、悪くない。藤立くんかな、関東四天王ですね。強肩の外野手ということで、神奈川県は空いてないですね。特殊能力結構優秀ですね。悪くはないし、基礎能力もね、まあ、守備以外は平均以上ということで、まあ、悪くないんですが取れませんね。真渡くんかな、東北の怪物と今年の怪物枠ですね。まあ、青森県なんですが、見た感じそんな強くなさそう。まあ、弾道はありますが、特殊能力も流し打ちがあるという感じでちょっと微妙かな。これが怪物なのがなんでかは気になりますね。飯田くんですね。高校生内野手ファーストということで、基礎能力が非常に優秀な選手となってますね。長野県は取れませんが、ファーストなのがちょっともったいないぐらいな能力となってます。特殊能力はね、盗塁が下手くそっぽいですが、その他は、まあ、そこそこ悪くないという感じですね。まあ、野手もこのぐらいですかね。指名できる選手そんなにいなかったような感じなので、ちょっとね、考えていきたいかなと思います。ドラフト1位はこちらしかないかなと。宮崎県の高校生神奈川くんですね。高校ナンバーワンピッチャーということで、左のサイド、まあ、変則的なんですけれども、基礎能力はね、非常に優秀。まあ、特殊能力は分かりませんが、まあ、悪くはなさそうですので、おそらくね、競合するんですが、くじ引き合っていきたいと思います。ワンチャン単独ないかなという感じですが、神奈川くん3球団ですね。あと谷本くんが2球団ということで、まあ、3球団か引けなくはなさそうですが、真ん中、オッケー、交渉権確定。いやー、よかった。これ引けなかったら終わってたな。ドラフト2位で田崎くん行きたいかなと思います。長崎県の社会人ショートですね。まあ、全国優勝しているんですけれども、弾道低めでね、そんなに強くはないんですが、まあ、長崎でちょうど空いてるんでね、まあ、打撃能力は悪くないので、田崎くん弾道を育てていきたいかなと思いますので、2位でいきたいと思います。ドラフト3位で鹿児島県の高校生ピッチャー竹川くん指名したいと思います。まあ、そんな強くないんですけれども、先発中継ぎできてね、変化球もう1球しあればいいんですが、こちらをね、3位でいって、まあ、今年はね、九州の3人指名して終了したいと思います。
さあシーズン開幕しました。今年は A クラス戻れるように頑張っていきたいと思います。というわけでね、メンバーを見ていきたいと思います。まずピッチャーローテーションですね。金沢くん、吉岡くん、安村くん、まあ、この3人去年微妙だったんで今年は頑張ってもらいたい。そしてルーキーの神奈川くん、赤田くん、寺本くんの6人でまずは行きたいと思います。そして中継ぎですね。吉崎くん、沖くん、若井くん、名前くん、荻野くん、瀬戸口くん、末吉くんという7人ですね。こちら変わっておりません。守護神は笹島くんですね。さあベストオーダーですけれども、1番星川くん、2番宮前くん、3番桂くん、4番立山くん、5番バートン、6番谷山くん、7番明石くん、8番北田くん、9番久米くんと、なっております。 DH なしだとね、谷山くんを、外野で起用しているという感じで、割とね、攻撃重視の、メンバーでやっていきたいと思います。というわけでね、能力が確定するオールスターまで飛ばしていきたいと思います。さあルーキーの能力が確定しましたので見ていきたいと思います。まずはドラフト1位の神奈川くんですけれども、基礎能力はね148キロ cc で、変化球もね、3球種で総変化10と悪くはないんですが、まあ、特殊能力ね四球持ちでしたね。まあ、リリース丸で青得もあるのはいいんですが、まあ、1年目ちょっとね、1軍で開幕から、投げさせておりましたが、防御率 22.3 の0勝3敗でちょっと今2軍で調整してもらってます。さすがにちょっと厳しすぎたかなと。救援に向いているって言われていますね。リリーフの、適正上げて中継ぎにするかちょっとまあ検討って感じですかね。続いてドラフト2位の田崎くんですけれども、特殊能力ねバント丸、内野安打丸、ヘッドスライディングと、まあ、地味ですけどそこそこいい感じで、まあ、基礎能力は思った通りっていう感じですかね。で一応ねノリノリになって1軍で使って、レギュラーで、使っておりましたが、3割7分6厘ですでに7本ね、ホームランを放っております。めちゃくちゃね、ノリノリだったので活躍してくれました。弾道もね、自然と2になって、今練習中なので、まあ、今年中に3になるんじゃないかなと思っておりますが、なんか当たりと今んところはねなってます。続いてドラフト3位の竹川くんですが、まあもともとそんな強くない選手でしたが、まあ四球持ちでしたね。特殊能力が強ければワンチャンあったんですが、変化球もね、2球種でそんな強くないという感じで、ちょっとね、まあ高卒なんで将来性は期待できるかなとは思うんですが、まあどうかな、ちょっと来年までいるかどうかわかりません。競合したルーキーの能力です。見ていきます。まあ、今年はね1人谷本くんですね。2球団競合ですが、めちゃくちゃ強いですね。基礎能力151キロ BC で、変化球もねフォークが5だけで結構強いですね。特殊能力、まあ、こちらも四球持ちなんですが、リリース丸、まあ、あれ玉と、そんなに良くはないんですけれども、基礎能力で補ってるという感じですかね。今のところ 3.49 で4勝をすでに上げていると。中継ぎで使ってもいるんですかね。ああなるほど、能力覚醒してこれだけ強くなったっていう感じですかね。まあ、今のところ当たりなんじゃないかな谷本くん。その他ねちょっと気になるルーキーいたので見ていきたいと思います。まずはね楽天のドラフト1位諸岡くんですけれども、リリーフで特殊能力エグいですね。緩急丸、球速安定、内角攻め、貝またぎ、要所丸と青徳が、もりもりとなっております。基礎能力もね、まあ、中継ぎある分には、全然ね、問題ない能力なのかな。まあ、球速がちょっと遅めですけれども、1年目でねこれだけ能力で、まあ、ただ今のところ9.00 で2敗ということでちょっと苦しんではおりますが、能力的には悪くないので今後ね非常に期待できるルーキーかなと思います。続いてオリックスの1位の馬場くんですね。社会人キャッチャーですけれども、まあ、キャッチャー B があるというだけでね、まあ、大当たりなんじゃないかな。まあ、赤徳ね三振エラーと、あるんですけれども、その他ね流し打ち、初球丸、まあ、ホームシスト、青徳がね非常に優秀、基礎能力もね悪くないですので、まあ、今のところね2割1分1厘でホームランも1本、打っているという感じで試合でもね使われているみたいですね。続いて横浜のドラフト1位松島くんですけれども、
リリーフですが156キロで、コンスタも高め、変化球もね、まあ、悪くはないのかなと。で脱三振を持っていて、まあ、荒れ球乱調はそんなに良くないですが、すでに、ね、オールスターまで使われておりまして 2.43 で15ホールドを上げているということで、勝ち場の一人として活躍している感じですね。でこちらも能力が覚醒していると、当たりなんじゃないかな。最後に広島のドラフト1位岸里くんですね。大卒の先発ピッチャーですが、青徳がめちゃくちゃ強いですね。タイピンチ B、 牽制丸、クロスファイヤー、球速安定、まっすら、まあ荒れ玉と、いうことでね、青徳モリモリで基礎能力もね、まあ、スタミナ十分あって、まあ、コントロールがまだちょっと低いかなという感じですが、全然ね、1軍でもやれるんじゃないかなという能力になっております。これもね大当たりだと思います。ちょっと残念なお知らせではあるんですが、まあ、久米くんがね7月の頭に半月板損傷ということでね、大怪我をしてしまいました。全治259日ということでね、まあ、今シーズンは絶望、来年もねちょっとどうなるか分かりませんが、能力的にもねちょっと走力が下がって外野やるのが厳しいかなという感じになってます。まあ、末吉くんもちょっと今肘痛めてるんでね、結構怪我人が多くて大変なシーズンではありますね。さあシーズン終了しまして、まさかの優勝しました。2位中日と2ゲーム差で、ギリギリなんとか優勝ですね。81勝60敗ということで貯金21ですね。交流戦は3位ということで、まさかね去年5位から一気にね優勝できると思いませんでした。まだね、クライマックスシリーズこれからなんですが、先にねシーズン成績を見ていきたいかなと思います。まずは投手ですね。まあ、投手は今年は金沢くんだけ、投球回規定達しているんですが、まあ、先発がねやっぱ安定はしなかったですね。ただシーズン途中からはそこそこ安定した選手が多かったので、まあ、規定には乗らなかったですがという選手が結構いて、まあ、まず上から見ていきますか。金沢くんですけれども、防御率ねギリギリ3点台で8勝9敗と、まあ負け越してはいるんですが、まあ9大点かなという感じの成績ではありましたね。まあもうちょっとね本当は2桁勝ってほしいぐらいの能力ではあるんですけれども、まあまあいいでしょう。続いて田所くんですかね。防御率 3.39 で、防御率自体は悪くないんですが6勝8敗ということでね、まあこちらは負け越しております。でもねちょっとまだまだ足してはいないんですが、まあ、割とね長い間ローテーションには組み込めていたかなという感じではあります。続いては国木くんですかね。まあ、シーズン途中から、ローテーションに入りまして防御率 3.41 で11勝8敗と、2桁の、勝利を挙げることができましたね。割とね、安定した成績を残してくれましたね。続いて西内くんですね。防御率は 4.17 と、4点台でしたが12勝4敗ということでね、こちらも途中からローテーションに、入りまして12勝を挙げる活躍ですね。まあ、割と勝ち運があったんじゃないかなという感じで、なんか今年シーズン序盤ですが、広島にノーヒットノーランをやって広島キラーになりましたね。この能力でノーノーできるのはなかなか珍しいかなと思うんですが、まあ、チームでね最多勝という感じにはなってます。続いて中江くんですね。防御率チームトップ 1.99、まあ、規定には達しておりませんが1点台ということで11勝2敗ですね。めちゃくちゃ勝ってくれました。まあ、途中で、ね、ノリノリになって1軍に上がったんですけれども、そこからね、まあ、目覚ましい活躍ということで今年、まあ、初めてと言っていいぐらいの、活躍だったんじゃないかな。まあ、変化球がやっぱね、強いとそこそこ活躍してくれますね。そして入野くんですね。防御率こそ 4.23 とあまり良くないんですが7勝5敗ということでこちらもね、勝ち越しております。まあ、ちょっと途中怪我してね球速下がったりしておりますが、まあね、チームの先発の中では悪くない活躍だったんじゃないかなと思います。まあ、あとはやっぱね吉岡くんが防御率5点台で3勝2敗でね、まあ、ローテーション守れず途中から2軍で、活躍2軍で調整となってます。
あとは安村くんも、まあ、シーズン序盤ね思ったようにいかず、防御率 6.50 で、2敗ということでね、そして赤田くんも防御率 5.51 と、まあシーズン3試合ぐらいしか投げていないんですけれども、まあ、途中からね2軍で、1軍には帰ってこれずという感じになってます。ちなみにルーキーの神奈川くんは、まあ、あれ以降ね1軍で投げることもなく、結局ね初勝利はならずという感じで、ちょっとね来年以降頑張ってもらいたいかなという感じです。そして守護神の笹島くん、まあ、安定感がえぐいですね。今年は防御率 1.16 ということで、めちゃくちゃ低い数値、42セーブで、最多セーブですね、今年も獲得してくれました。めちゃくちゃ強い。そして中継ぎなんですけれども、今年は若井くんが、防御率 3.00 ぴったりで4巡ホールドで、最優秀中継ぎですね。まあ、今年ちょっとね末吉くんが、調子悪かった関係で若井くんがね、まあ、メインとなって勝ち場で頑張ってくれました。そして、沖くんですね、末吉くんの代わりにもう一人勝ち場として防御率 3.28 で30ホールドということで、まあ、なかなかね安定した成績を残してくれるんじゃないかなと思います。そして問題の末吉くんですけれども、まあ、防御率 7.68 とね、まあ、非常に悪い、成績で、まあ、20ホールドなんですけれども、途中でね、クビになって、勝ち場をクビになりまして、まあ、もうちょっとね去年までの活躍から見ると物足りないかなという感じですね。あとは荻野くんも 5.04 と5点台で、ヒロくんはね、まあ、ビハインドでの起用となりましたが、防御率 1.69 とね、めちゃくちゃいい数値を残してくれております。みおくん防御率 8.84 ですね。吉崎くんも 6.60 と、名前くんも 4.67 でね、ちょっと勝ち場以外が微妙な感じになってますね。まあ、中道くんは防御率 2.70 と悪くはない成績ではありますね。投手成績リーグ見てみると、まあ、防御率はねリーグ下から2番目と、まあ、非常に悪い感じになってます。先発防御率も同じく下から2番目、救援はまあ下から4番目なんですけれども、4点台と非常に安定感はなかったですね。まあ、これを見る感じ分かる通り、野手がね非常に頑張ってくれたシーズンとなってます。というわけで野手をね見ていきたいと思います。まずは星川くんですね、1番を務めておりますが、打率3割10本65打点と、なんか非常にね綺麗な数値を残しております。この成績でね、なんと首位打者と最多安打ですね。まあ、今年3割バッターが星川くんだけということで、まあ打点と言っていいのかなというシーズンではありましたが、まあ、星川くんはね安定した成績を残してくれております。そしてバートンですね、打率2割8分7厘で17本67打点ということ、68打点と、ホームランこそね20本は超えませんでしたが、まあ、安定してね、成績を残してくれておりましたね。まあ、チャンス F なんですが、まあ、6番での利用が多かったかなという感じです。そして宮前くんですね、まあ、宮前くんはちょっとね打率2割8分5厘27本26盗塁と、終わってみたらね、まあ、93打点で終わってみたらね非常に、まあ、いい成績なんですけれども、シーズン序盤めちゃくちゃ苦戦しててね、まあ、一時期7番とかに 打順を落としていたりしたんですが、最終的にはね、まあ、復活してくれたという感じで、最終的には確か3番を打ってもらっておりましたね。そして玉川くんですね、まあ、途中からもうファーストは玉川くんで固定させてもらいまして、2割8分2厘で31盗塁ということで、なかなかの活躍をしてくれました。まあやっぱね、各年での活躍という感じでね、毎年安定した成績は残してはいないんですが、まあ、悪くない、今年はね非常に良かったかなと思います。そして明石くんがね今年は大活躍でした。まあ、打率2割8分2厘と、まあ、途中まではね3割オールスターぐらいまで3割余裕で超えていたんですが、シーズン終盤はねちょっと落ちたかなという感じですが、16本42打点と、いう感じでね、途中から2番で、起用するようになりました。弾道もね自然と3に上がって、ホームランがね出たのが非常に良かったですね。まだ2年目なんで、
全然これからの活躍に期待できる選手だと思います。そして桂くんですね、なんといっても桂くんの活躍がなければという感じなんですが、打率こそチームで6位、2割7分4厘なんですけれども、久しぶりに、ね、40本超えてくると43本で、121打点ですね。打点とは言いましたが、ホームランの数はねリーグ結構出てて43本ですが、リーグ3位という感じですね。ただし打点121は打点をですね、久しぶりの打撃タイトルを取れたんじゃないかなという感じでね、いやー人気者になりましたね最後に。まあ、パワー B で40本打てるのはなかなかすごいキャッチャーだと思うんですが、やっぱり桂くんがいる間に優勝できてよかったですね。まあ、まだ日本一にはなっておりませんが。そして立山くんですね、去年はね、3割超えて100打点も超えていくとめちゃくちゃ活躍しましたが、今年はね2割6分8厘27本96打点、96打点と、まあ、悪くはないんですけどね、まあ、5番で桂くんの後ろ、桂くんは今年4番で、途中から打っておりました。立山くんがね5番でその後打っておりまして、96打点と悪くない活躍だったかなと、思います。こんな感じでね、野手が非常に大活躍のシーズンとなっております。田崎くんですね、今年のルーキー、ドラフト2位ですけれども、打率3割飛んで1厘9本71打点と、めちゃくちゃ活躍しました。まあ、規定にはね乗っておりませんでしたが、3割を残すという感じでね、まあ、守備はちょっとショートやる分には、微妙なんですけれども、ショートでね無理やり起用して打撃で貢献してくれたかなという感じになってます。新人王ワンチャンいけますね。久米くんはね今年怪我で、まあ、先ほども言いましたが離脱してしまったんですが、まあ、そういう意味でもね田崎くんが、ショートをやって宮前くんが外野に戻るという感じの起用ができたので良かったかなという感じにはなってます。まあ、野手成績を見てみると、まあ、打率はねリーグの中でダントツトップですね。2位とも2分差ついているという感じで、安打数が非常に多くなっております。まあ、ただね、長打はそんなに多くない、ホームランも、上から3番目ですね、そんなに多いわけではないんですが、まあね、得点圏にめちゃくちゃ強かったりして、野手の活躍が目立ったシーズンとなりましたね。やっぱ打てなきゃ勝てない。あとは日本一目指して、クライマックスシリーズ戦っていきたいと思います。星川くん絶好ですが、大勝を挙げていくといいですね。中井くん先発で、まあいいでしょう。あ、いいですね、快勝していく、さよなら勝ちですね。さあ第3戦ですね、先発は入野くんとなっておりますが、勝利ということでストレート勝ちでした。さあ12年目でね初めての日本シリーズということで、このままね流れがいいんで優勝しちゃおうかなと思いますので、まあ第1戦やっていきますか。先発田所くんですね、谷山くん絶不調ですがいいでしょう。おー勝っていく、まずは先手勝利していきました。第2戦中井くんが先発です。さあどうだ、おっとマジであるぞ優勝。さあ第3戦札幌ドームに移って相手のホーム球場ですね、先発は入野くん。さあどうだ、あーまあ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 、さあ2勝1敗で、先発西内くんですね、やばいですね、これで勝ち星並んでいく。さあ2勝2敗で迎えた第5戦国木くん先発ですが、おー対勝していく。さあ運命の第6戦ですね、先発は、金沢くん、まあ、いけるかどうか、相手めちゃくちゃ調子悪いですね、これいけるんじゃないか。あーっと勝ってしまった、快勝で終わっていく。あ、まあ金沢くんはちょっと微妙でしたが、ホームラン3本も出てますね。いやーちょっと思ったよりサクサクいってしまったな、日本一になってしまいました。入りのガスランプというわけで4勝2敗で日本シリーズ制覇しました。 MVP は星川くんということで4割8分5打点と、めちゃくちゃ打ってますね。ホームランこそないですが、あーまさか終わるとは思わなかったな、去年5位だったんで、まあ、1回優勝しても日本一はなれないかなと思ってましたが、まあ、中日が負けたのがでかかったかな。
というわけで最後にね、年間表彰式を見て、終わりにしたいと思います。まあ、今年はいっぱい選ばれてるんじゃないかな。さあベストナインですが、キャッチャー桂くん、結局ルーキーイヤーから毎年選ばれておりますね。そして外野手宮前くん、今年もベストナインは2人ということで安定しておりますね。そしてゴールデングラブは星川くんとバートンが内野手選ばれております。外野は0ですね。まあ今年ゴールデングラブも2人とちょっと控えめでした。そして個人タイトルですが MVP 桂くんですね。あー、新人を取れなかったか。大島くん、まあ、規定乗ってないからな。まあ、リリーフで新人を取るのはまあなかなか珍しいんじゃないかな。首位打者に星川くんですね。そして打点王桂くん、久しぶりのタイトルですね。トリオに玉川くん、最短打星川くん、この2人は安定していつも取ってますね。そして、最多セーブに笹島くん、最優秀中継ぎに若井くんですね。戸賀くんは結構投手としてめちゃくちゃ優秀な二刀流みたいですね。MVP は桂くんがダントツですね。まあ、打点を2ホームランもね40本超えてると。新人王は田崎くん2位ですね。まあ、ダントツで大島くんだ。さあというわけで、12年目まさかの日本一ということで、これにてこのシリーズ完結となります。ここまでねご視聴いただきありがとうございました。なんとかね日本一になることが、桂くんがいる間にね日本一になることができてよかったかなと、思います。よろしければチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。